この養成所の仲間たちの見てるわ。見てる？うん。みんなね、もう悔しいことにね、ちょっと可愛いんだよね。さきちゃん可愛いじゃん。可愛い。さきは外見はもうめっちゃ可愛いと褒められております。魂がダメなの？魂の方がちょっと。ね、でもね、魂ね、美しい顔してるよ。え、ほんと。シルベスタスタローみたいな顔してる。嬉しいわね。嬉しいのかしら。いいじゃん。めっちゃ綺麗じゃん。あ、シルベスタスタローのモノマネされてるスタスタローさんに似てる。あ、その方やめられたわよね。やめた。ってことはチャンスよね。あ、チャンス。みんな、そのスタローンの椅子空いたよね。スタスタローン2。いけるわね。スタスタロン、ネオスタスタロン、ランボーとかね、ネオスタスタロン。え、でもいけるわ。魂ね、綺麗な顔してんだよ。してる。ありがたいわ。うん、そんなこと。美しい。そう。本当にそう思う。だからね、それをせっかくだから利用してタンクトップ着て、でちょっとこう迷彩にちょっとこう汚してね、ランボーの時の、うん、チャンスね。結構赤いバンダナじゃないですけどね。でね、生卵毎日飲んで。あ。チャンスやな。そしたらバズるから。で、あ、そうね。で、で、エイドリアーンって、エイドリアーンって言えばいいと思う。それいけるかしら、エイドリアンで今。うん、いけるわよね。なんで走る。走り込みとかしてこう鍛えて、ね。アムロ、行きます。うん。あ、アムロ、行きます。はい。それの、スタスタロン。スタスタ、ネオスタスタロン。ネオスタスタロン。ネオスタスタロン。よし、いないぞ、そこ。でも、やりたいかしら、本当に。さっきはやっぱり玉の輿になろうかしら。そうすればさっきじゃん。さきちゃんいいじゃん。何系がいい？何系の人？お金を持ってる。もう前澤さんしかないんじゃない？お。あーでもな、さっきあの顔が大嫌いなんだよね。特に口が大嫌いなの。待って口が嫌なの？なんであれどの写真見てもどうしたいことになってんだろうっていつも思っちゃう。じゃあさきちゃんは、うん、あの口とチューはできない？絶対できないよね。そっか。あ、でもほら、うん、女お金も持っておられて、自家用ジェットもある。すごいよ、中でカラオケ、まあね、月にも行きやすいじゃん。その訓練しなくていいから、ね、だから分かった、こうすればいいんじゃない、うん、すごいメリットの方が大きいじゃん。でも、うん、この唇って1個じゃない、デメリット。はい。だからなんかタラコとか、なんタラコ、なんか色の悪いタラコとかでこう、うん、練習して、うん、で本物ともうできるように練習してしたらもういけるんじゃないの？いけそう、ね、そこ克服したらさ。でもちょっと我慢してグッて目をつぶればいけるかもしれないわ。そう、ね、だって前澤さん面白いことが多分好きだから、楽しいこととか、うん、VTuber と、そうね、付き合ってるってもうやべえじゃん。どうかしらこれ。いいじゃん。前澤さんってどう？これスタッフの方に言ってみるわ。前澤さんにアプローチしましょう、うん、あの、うん、DM 送ってください。これもうすぐ 3D だよ。月に行きます。本当だ。アムロ、アムロ月に行きます。あ、完全にいいじゃないこれ。アムロ知れますね。アムロ知れます。すっごく楽しいんですけど、終電が来るわ。え、もうそんな時間？終電が来るの。え、17歳なのにこんな遅くまでやってていいの？うん、今日はね、お母さんとお父さんとね、いないの。あ、おばあちゃんたちもいないかな。みんなで、ね、トラジに行っていないの。トラジ。外に行ってなさいって時々言われるの。夜になるって言われる。夜に？うん、外に行ってなさいって言われる。おかしくない？どういう家？おばあちゃん2人と私がいつもね、うん、夜になると出されちゃう。30分で帰ってきなさいっていうの。ちょっと待って、何が行われてんの、その30分の間に。30分で済むわ。何が行われてんの？帰るの。帰る。あ、帰る。そのさっきちゃん、その言い方分かってんな、この人は。さっきちゃん分かってるの、何が行われてるの。あー、もっと聞きたいことがいっぱいあるけど、うん、今度にするわ。今度？え、また呼んでくれるの？呼んでくれるの？だってもう、よ、エレキテルさんが、
来てくれないと始まらないじゃない。嬉しい。嬉しい。嬉しい。呼んでほしい。会いたい、さきちゃん。またあの、お金を貯めるわ。お願いします。貯金箱。貯金箱貯めてんの。また、そっか、17歳だ。また呼ぶわね。かわいい。ありがとうございました。ありがとうございました。またあの、よろしくお願いいたします。ダメよ、ダメダメ。あの、いや、あんまりそれ言うと高くなっていっちゃうんで、言わないでくださいから。ありがとうございました。そして見てる方ありがとうございました。もう一回言っておきましょうか。私のこと、私はすごいのよ。バーチャル養成所の研究生003なの。すごいでしょ。アムロサキっていうのよ、高2なの。そんな高2のアムロサキが日本エレキテル連合さんを、あれ、私はね、エレキテルさんのこと大好きなんですけど、日本エレキテル連合さんで合ってるかしら。これ日本エレキテル連合ってどっちでもいいんですけど、うん、ポンですよね、はい、日本エレキテル連合さんをゲストにお招きしてお送りしました。これはほんと充実よ。充実なのよ。もうね、いい、みんな見てる、見てる子たち、いい、さっきのこれまでの再生回数笑ってたでしょ。でもね、この日本エレキテル連合さんが来てくれた回バズるわよ。それが嫌なんだって。バズらなかったらどうすんだよ。恥かくだけじゃないかな。本当だよ。ということでありがとうございました。ありがとうございました。それでは失礼いたしました。ありがとうございました。